皆さんこんにちは、タチネルです。花粉症の調子はどうですか？私はもう最悪ですが、首も曲がってるだろうとか言われますけど、まあ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 、今日は平日なんで、今日は休日なんで、まあ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 、撮影します。花粉症どうですか皆さん？花粉症大丈夫ですかね？結構花粉症で厳しいんですけど、まあ、首が曲がってるのはいつものこととして、じゃあ行きましょう。もうここ車の中なので、この角度がきついんだよな。まあいいや、はい、今日はですね、今日のテーマは小学生の方からですねコメントいただきましてね、 YouTube をやりたいと。で、 YouTube をやりたいけれども、なんて言えばいいのかな、まあ鉄道の動画で YouTube をやりたいと、やり方を教えてくださいっていうような、あのメールが、メールじゃないな、コメントが来たんで、ノートの方に書いたんですけど、多分見ないだろうなと思ってこちらの動画にしておきます。じゃあ大切なこと伝えますんで、まず動画を作る際にインターネット環境っていうのが必要なんですよ。インターネット環境をね、で小学生の方っていうのは自分でお金を稼ぐことって基本的に働いて、大人は皆さん何かしらをしてこうお金を得てるんですけれども、小学生とか中学生の方っていうのは働いちゃいけないことになってるので、あの働けないんですよね。っていうことは、インターネット環境も保護者の方にご用意していただくほか道はないんですよね。なのでインターネット環境をまず保護者の方と交渉して手に入れてほしいんですよ。で、手に入れたらね、 Google アカウントを作る、 YouTube アカウントを作る、でチャレンジができるんですけれども、まずその前にそのインターネット環境をしっかり自分で手に入れない限りは何もできないと思いますんで、まずはそこだけこの動画では声を大きくして言っておきたいと思います。同じことなので、言っておきますね。通信環境のゲットの仕方っていうのでいいのかな、小学生の通信環境のゲットの仕方と、あとはそれに付随する、もう近いものなので、 YouTube を始めるっていうのも通信環境をゲットするっていうのも同じようなことなんですよ。ではまず通信環境がない方、いやー通信環境がないとね、ちょっと待ってくださいね、これ車の中なんでいろいろそこを人が通るんですよ。で、覗いていく人がおられるので、結構これダメなんですよ、危ないんですよ。危ないっていうか、なんか声かけられちゃうんでねはい、あ、今過ぎていきました。通信環境なんですけれども、保護者の方とよく話し合ってまずはあの手に入れてほしいんですよね。話し合えってどういうことだって、これ多分言いたくなると思うんですけれども、ここではこうしましょう、自分はなんでインターネットが必要なのかね、それ一つ。二つ目、インターネット環境、ネット回線を手に入れてあなたはどうしたいんですかっていうことも説明してください。これ2つ目。最後に3つ目、ネット環境、ネットゲット、手にゲットしました、よかった、じゃなくて、ネット環境、また人が通った、 OK っていう OK してくれた人に、大丈夫かな、もう一回戻りますね。3番目、インターネット環境を手に入れたあなた、やったーで終わんなくて、ネット環境を手に入れたらあなたはインターネット環境を OK してくれた人に何ができるのか、その3つを説明してあげてください。はい、そうすると大体の保護者の方はしぶしぶ、そこまで行ってんだったらいいかぐらいになると思うんですよね。ならない場合もありますけど、まあ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 、多分なると思うんです。ちょっと人が通ったんで一旦あれですけど、まあいいや。でね、また通りました。はい、
でネット環境をそ今1、2、3番言ったと思うんですが、3つね、お伝えしたと思うんですけど、なんでネット環境が必要なのかを説明すること、ネット環境を手に入れたらどうしたいか、それをちゃんと説明すること、3つ目、ネット環境を手に入れて、ネット環境を手に入れたとして OK してくれた人に自分は何ができるのかをお伝えすることな。それちゃんとやってください。ちゃんと言う、ちゃんと説明する。はい。でそれを含めて OK だよっていう方はそれで終了。 Google アカウントと YouTube アカウントを作ってください。ダメな場合、ダメって言われる場合も あるでしょう。もう何の理由もなくね、ダメって言ってお話にならない場合と、ちゃんと理由を言ってくれてダメだっていう場合と、多分2種類あると思うんですね。ダメしか言ってくれないで、理由をちゃんと聞いてください。なんでダメなのかと。それでも理由を聞いて、それでもダメしか言わないような人にはもう交渉する価値がない、時間の無駄なので、もうそれ以上その人とは交渉しないでください。例えばお母さんがもうダメしか言わない、理由も何だか言わない、もうそれだったらもうダメです。お母さんを切ってください。切ってお父さんと交渉してください。お父さんがいらっしゃらない場合、お母さんより上の人に交渉してください。そこら辺はしっかりちょっと頭使ってねやってみてください。ちゃんと明確な理由を言ってくれた方っていると思うんですよね。例えば、あーまだ早いな、あなたの学年だとあなたの安全性が心配だからできないんだよとか言ってくる方もいらっしゃるでしょう。それはチャンスです。そうしたら交渉してください。あなたの安全性とかプライバシーが大切なのでダメだよって言ってくる場合、言ってきたらそれはもうよし、チャンスだと思ってください。それはなぜかっていうことをお話しするんですがね、ちょっと待ってくださいよ、人が通るんだよな。あ、人が通り終わりましたので、で YouTube を始めるっていうことはですね、大人になるっていうことなんですよね。何を言ってんだこいつはって思うかもしれないですけど、まあそれに近い考え方があるんですよ。いいですかいいですかってあれですけど、まあ安全性、あなたのプライバシーとか安全性が大切だからって言ってるっていうのは、まあ小学生のあなたっていうのはね、まあ元気に明日、まあ、小学校に行って遊べるっていうのは、それは小学校遊んでないよって言わないでくださいよ。まあいいやそこは、保護者があなたを待ってるんですよ。いろんな声とかいろんなその攻撃からあなたをこうやって守って、例えば雨が降ってきてたんだったら、雨が当たらない、あなたに雨が当たらないように傘を差してくれてる感じなんですよね。ただ YouTube だと傘がないんで、物にこう当たる、雨が当たる感じ、わかりますかね。そんなことなんですよ。まあ、今小学生かもしれないですけど、中学校を卒業したらもう皆さんそうやって生きていくんですね。基本的にはもう義務教育じゃないので、もう全部がまた人が通った、人が通った中学生ぐらいの子が今通ってますけど、はい戻りますね。中学校を今目があった、そのこと、中学校を卒業しますとね、まあもうその見えない守ってる力はなくなるわけですよね。で、まあ、自分以外の全員はもうあなたをこう攻撃してくるわけです。敵なわけですね、敵ね。ただこうナイフでこうぐさぐさ
刺してくるとかそういう意味じゃないですよ。あの、なんて言えばいいのかな、敵っていうのはですね、あの、まあ、自分の意見、ね、自分で何か意見考えてたり物事意見することがあると思うんですけど、その意見っていうのは自分の中でしか通らないってことを痛感すると思うんです。他の人は、まあ、自分の意見それぞれそれぞれ皆さん、また人が通った、他の人は自分の意見をそれぞれ一人一人持ってるんです。持ってるから理解とか、まあ、応援とか、もうその助けがない限りはその方と意見が一致するっていうのはなかなかないんですよ。その条件っていうのが、まあ、大人の世界であればお金だったりとも、まあ、いろいろするわけなんですが、まあ、そういうのはほっといて、まあ、自分以外は全員その意見が違うんで敵なわけなんですね。で YouTube もそう、自分がこういう考えでこういう動画を撮ったけども、どうですかみたいな感じでアップするとか、例えば自分の動画これすげえなーって、すげえなーと思ってアップすると思うんですけど、でそこアップしました、すげえなーと思ってアップしました、アップしたけどそこに来たコメントはすごいですねとかすごいですねって来るかもしれないけれども、それはほぼないと思ってください。皆さん敵ですから、皆さん敵なんですよ。じゃあどういうのが来るか、そんなのすごいと思ってるあなたの方、あなたの考え方おかしいんじゃないですかとか、どこがすごいんだよとか、何が面白いんだかさっぱり分かりませんとか、そう来るんですよ。それを思ってあなたはどう思いましたか。うん、ちょっと考えてみてください。そういう皆さん敵だと思っていても結構難しい、心がうんってくるようなコメントが来たりするんですよ。で保護者の、まあ、小学生なんで保護者の方が本当はそういうの守ってくれてるんです。例えばそれは YouTube をあなたにはやらせないってことで守ってあげてるのかもしれない。でもあなたが YouTube をやりたいってなると保護者の方はそれができない、もう自分でこういうナイフじゃないな、心ない言葉とか全部受け付けないといけない、その覚悟はあなたにありますか。そこら辺もしっかりですね、 YouTube を始めるにあたって自分で考えないといけないところなんですね。自分以外はみんな敵だから、自分の意見は基本的には通らないよ。ただ応援してくれる人も一部にはいるんです。一部にはね、私はどうだろう、結構恵まれてるかもしれないな、いらっしゃるんです。なのでそういう仲間を増やしたいとか明確な目的があればいいですけど、まあそういうのもなく、ただアップしたいぐらいだったらアップしても公開はしない方がいいですよとかになりますね。あ、例えばね、 YouTube アカウント作りましたで OK なんですけれども、動画を例えばねカメラに撮って、でカメラから YouTube の方にアップロードしただけだと大丈夫、全世界に公開されないですから、記録には残りますけれども全世界誰から見れるってわけではないです。だからまずは自分の動画をこう撮って自分で見てみるっていうのは面白いかもしれないですよ。自分で撮った動画を自分でアップして、自分だけ見れる設定にして自分だけで見る、そうするとなかなか今まで気づかなかったことがパッと分かるかもしれません。はい、しかもそれがタダでできるっていうのが YouTube の良さなんですけれどもね。まあまあまあそれはいいや、ちょっと人がまた来たんで一旦あれですけど、はい、ですから自分以外は全員敵なのね、敵ですから、自分の意見っていうのはもう攻撃されると思ってください。攻撃されます、されない方がおかしいと思ってくださいね。
はい。そして、まあ、今回は鉄道の YouTube をやりたいっていうことなんで、そもそも鉄道をよく思っていらっしゃらない方も多いですし、 YouTube、 YouTuber 自体も良くないと思ってる方っていうのは結構おられるんですよ、世の中ね。なので敵が多い状態からスタートなのに、さらに敵を増やした状態でスタートするっていうこともちゃんと覚えておいてくださいね。なので一部の人は応援してくれたり、グッドボタンを押してくれたり、まあいろいろしてくれたり、心が温まるコメントをしてくれたりするわけなんです。そういう方もおられます。ただね、それだけじゃないですから、もうそこら辺もYouTube を始めるってことは保護者の方から離れるってことになるので、覚悟しないといけないところではあります。従って厳しいこと、まあ、自分の力だけでやっていくよっていう、そういうね、人生を生きるための糧として YouTube をやりたいんである、 YouTube をやりたいんだっていう風に説明するのもいいかもしれないですけど、大人の方にね。だけどまあそれなりの覚悟をしっかり見せてくださいね。覚悟、一番大切なことはですね、自分でこうすると決めたらそれを絶対最後までやり通す、この力ですよ、この力。もうこの力ね、こうやってる間でもこっちからあれですよ、ガンガン攻撃が食らうんですよ。自分はこうと思ってやるようとしてもガンガンこう攻撃がされますよ。でもそれでも前に進んでいくこの力、敵であっても他の人からどんな言葉をかけられても絶対に諦めないで、自分でこうするって決めてこれを前に進める力、これをしっかり覚悟して YouTube デビューしてください。以上です。